見つけた。ずいぶんかかってしまった。すまない。アークは完全に封鎖された。5年近く歩き回ったが、ラプチャー以外は誰とも会わなかった。人もニケも誰もいない。アークとは連絡する方法がないし、向こうからも音沙汰がない。声を出すのもいつぶりだろうな。私も大したものだと思わないか。あの高さから落ちた後、自力で修理して生き残って、5年間もお前のことを探し回った。まあ他にすることもなかったからな。ヘンゼルとグレーテル、セイレーンもまだ見つけられていない。生きているだろうか。生きているなら一体どこに。まあ探していればそのうち見つかるはずだ。それにしてもボロボロじゃないか。幸運に思うことだ。お前を作った最高の技術者がわざわざ来てやったんだ。元通りにしてやろう。必ず。シンデレラ、私たちは失敗したのだろう。何もうまくいかなかった。地上には相変わらず大量のラプチャーがいて、人類は地下に隠れてしまった。お前も目覚めずにいる。いや、また書けばいいんだな。書き直せばいい。いくらでもやり直せる。まだ生きているのだから。お前も私もヘンゼルとグレーテルもセイレーンもきっとどこかで生きているはずだ。みんなで集まって、今度こそ必ず倒そう、クイーンを。ああそうしよう。絶対に。とりあえず近くの研究所に行ってみるか。まずはお前を治して叩き起こさないと。お前がいれば身の安全は心配ないだろう。よし、頑張るか。さあ完成だ。棺の形というのは少し問題か。まあ、あり合わせのもので作ったにしてはオーバーテクノロジー級だ。生命活動の維持機能に簡単な修復機能も備えている。お前の脳波がだんだん不安定になっているからな。こうでもしないと頭の中が真っ白になってしまう。それは困るだろう。最大限遅らせてみせる。もう少しだけ我慢してくれ。すぐに直すから。装備も素材も足りないが、なんとかなるはずだ。ラプチャーか。ここを捨てるわけには。他に治療用の装備が揃うような場所は。よし、5体ぐらいやってやる。ここで待っていてくれ、シンデレラ。すぐに倒してくる。くそ、ラプチャーめ。だが倒せた。全部倒せた。なくな。
くな、泣くな。この程度で動じてはダメだ。できる。やらなければ。なんだ、おかしいな。できるはずのことが。なんだ、どうしてわからない。簡単なことのはず。いや、気のせいだろう。ここをこうすれば。次は何だったか。くそ、あの時か。頭をやられた。大丈夫だ、時間はある。また覚え直しながらやればいい。それだけのことだ。やればいいんだ。できる、できるさ。そうだろう、シンデレラ。ニケ、ニケだ。なぜだ、ニケが地上にいる。そうか、永久に地下にいるはずがない。シンデレラ、少し待っていてくれ。すぐ戻ってくる。量産型のボディで今まで生き残っていたとは信じがたいな。これアークができる前のものだろう。面白いな。開けてみるか。何をする、話せ。私はフェアリーテイル第二世代の開発責任者、エイブだ。上層部に確認してくれ。だからそんなものは知らないって。フェアリーテイルの第二世代って何のことだ。ああ、地上に長くいたからおかしくなってるのかもな。妊婦があってもそうなるのか。これも確認が必要だな。おい、やめろ。とりあえず外装から始めて内部も確認してみよう。みんな用意してくれ。外装、突起事項なし。内装、突起事項なし。やっぱりただの大昔のガラクタか。今度こっそりエレベーターに乗せて捨てといてくれ。ロストテクノロジーを見つけて大手柄かと思ったのに、時間の無駄だったな。飯でも食いに行くか。死んでね。いった。私の顔壊れた。いや、何もかも。言葉話せない。ヘルメットかぶらないと。シンデレラ、この顔見せられない。シンデレラ、美しいものだけ見る。行こう、シンデレラ。待ってる。シンデレラ、無事だ。本当によかった。やめようか、シンデレラ。
や、もうやめて。いいか、つらすぎる。夢を見た。シンデレラ、目覚めた。人類のために美しく活躍した物語。続き書いた。すごくよかった、はあ、すまない。絶対に諦めない。やっと見つけた。シンデレラ、生まれた場所、私の研究所、全部壊れたが来てみたかった、はあ、ああ、思い出した。必死に作ったのに、ずっと無限で悔しかった。どうやって作った？思い出せないな。ラプチャー。多すぎる。今の私では数えられない。あれ、数字がある。無限じゃない。成功していた。シンデレラ、成功したのか。何もできなかったわけじゃない。よかった。本当によかった。シンデレラ物語の続き。1ページ目、美しく書いて眠った。ずっと続きを書こう。美しい話で埋めよう。そしてハッピーエンドを迎えよう。